一回それこそあのちょっと笑っちゃったのがあのキングコングの西野さんって人いるじゃん、うん、いるがあのツイッターであのちゃんときれいにしましょうっていうのであのボランティア活動で人を集めたのよ知ってるで人を集めたらあのキングコング西野さんが嫌われてそうちょっとディスられてる時があってそうディスられてる時期があってであのその集める時間帯の前にみんな全部きれいにしちゃってこっちで、ね、あの集めるはずが全くゴミがないみたいな、だすごいすごい言うと西野さん嫌いな人たちがね西野がやる前にやってやろうぜとゴミ集めさせないでおけばいいじゃんって話になってなんかゴミ回収なんかそのまた違うさところでさ、うん、なんかいいことだろ、まあ、なんかね、うん、でもやっぱりハロウィンする人たちはやっぱり言いたいですけれども本当にゴミはちゃんとお持ち帰りください、ね、お願いします楽しむのはいいですけどねこあの実はね僕たちも29日の配信でですね、はい、あのコスプレしなきゃいけないんですよコスプレおまあ俺決めてるからね、はい、俺も決めた何え言っていいいいあじゃあ俺だけ俺だけマジで今いいじゃん、いいじゃんえ、くみちゃん決めた私まだ決めてない俺ね、決まってんの言っていい、いいよ顔なし顔なしずーっとお面かぶってたとこに何も言わないからあ、喋れないってこと喋らない MC どっち MC はずっと小学生だよならあーセグレーツねで、あのちょっとあの噛みつい誰か噛みついててからあの喋るあーなぁ線欲しい線欲しい似てるね似てるね今の線を出せって言ってカエルだでみんなあれ一回もモノマネするやめろ絶対やめろ絶対やめろ線が欲しいこれ食うか線のために持ってきた言うわ言うわ俺も俺もヤンマさんモノマネ練習してるよねしてないしてないんですよなんかいろいろできるんですよできねえよあのそういうのすぐやる店長あなんかあキティちゃんのモノマネしたいらしいですあやってくださいやってくださいあ私だけキティちゃんなんでそれやりますあのちょっとあじゃああの振るのでそれでお願いしてもいいですかはいいます3あじゃあゆうた寝ててゆうた起きないな目覚ましがあればいいな3、2、1目覚まし時計が鳴るんだったら目覚まし時計をためるもうその音を鳴らす前に起きる1分前で目覚まし時計が鳴る1分前までに入る1分前それも一応目覚まし時計の役割だからねでもなんかそれだけなんかいろんなものに演じれるってのはやっぱりすごいね女優さんっていうか本当に自分の殻をなんか破ってるというかさそうだねえ私できないんですよとか言うよりも本当に何でも思い切ってやれるところはすごく、うん、自分は今見ててすごくプラスだなって思う、うん、自分ができない部分でもあるからね、うん、ありがとうございますあいえいえでもやっぱウェディングドレスの、ね、姿も一回またどっかで見せてもらえればと思います、うんはい、ツイッター上でアップされてんでああそうなんですねツイッターアップされてるんですかはい来年見ます来年来年来年嘘終わったりしたのちょっと気になってるからちょっとねあのなんだかんだみんな優しいんでそうそうね、くみちゃんは、ね、もうじゃあハロウィンはまだ決めてないんだよね、どうしようと思っていいじゃん、囚人でいやね、すごいかぼちゃとか見ですかかぼちゃですかかぼちゃって何あのこういうやつ体がなんか顔をかぼちゃにするとか顔をかぼちゃにする顔をかぼちゃにするってどういうことえ、なんかかぶり物的なそうそうそうあー異様なメンバーになるよね、うんえ、だって俺顔なしでずっとお面でしょで、あの、かぼちゃでしょその日の配信大丈夫え、ほんとに怪しくなってきたね怖大丈夫なんか、やべえ気がするまず来るかわかんねえってところがあるえ、来るよ来るよだって、ツイッターやんなかったからな、彼氏のあるいやいや、来るから眠ってるもんねいや、あの時はまだちゃんとレギュラーじゃなかったからねレギュラーメンバーになったらちゃんと来るはずちゃんと来ますよ、はい、じゃなかったらだから太陽と月のファンをねちょっと期待してくみちゃんのファンも期待してもらえばと思います、はい、よろしくお願いしますではそろそろお時間なので告知コーナーに行こうと思うんですはい、はい、じゃあ告知コーナー行ってみまーす告知コーナー告知ある人はいはいないちょっと待ってちょっと待ってはいないってどういうこと結果ないじゃん、はい、じゃない次
げえびっくりしたから。あ、クミちゃんちょっと待ってねえと思ったら、はい、いないって言われた。あげるな、あげるな、アシスタント出しゃばったのかと思って。いやいや、全然いいんだ、全然いいんだ。帰ることも大事ですよ。なんかすごい。はい、そうです。じゃあ、お二人からじゃあ、お願いしてもいいですか。声張っていこう。はい、レディエントドッグ、一番近いのが、10月28日に、新宿ヘッドパワーと新宿グラムシュタインで2ステージで1日でその同時開催でハロウィーンイベントをやるのでそこで仮装するの仮装をお楽しみに、はい、もう一回じゃあ日にちだけ10月28日28日、はいはい、詳しくは Twitter やホームページ何で調べたら出てきます、アットマークレディエンとアンダーバードールズではい、出るのではい、聞いた方がいいです、はい、調べてみてください、お願いします、はい、よろしくお願いします。続きまして、紫さん告知、はい、何かありましたらちょっと、指定がもう来年のなんですけど、あ、どうぞ、まあ、そのうち、ブログとかツイッターでアップするのでよかったらご覧ください。何で見たらいいですか。あ、じゃあ、ツイッターは、はい、アットマーク、ルナ PPP です。ルナ PPP、ルナ PPP です。はい、よろしくお願いします。それはまだ情報は言えないやつだね、うん、多分そうかな、はい、はい、じゃあ続きまして、太陽と月。はい、太陽と月は、一番早くて、明日に、ちょっと僕の後輩のワイルドっていう、はい、同じ感じの系統でやってる、うん、ボーカルユニットがいるんですけど、そいつらの、あれなんてコラボ、はい、で、明日渋谷であって、渋谷のどこだっけ、グラットってところです、はい、渋谷グラットってところで、はい、それも、で、あと10月の26日に、これも前も告知したんだけど、リンクさんの、うん、と一緒に共同主催やってて、はい、そうですね。で、あと、10月30日、新宿ヘッドパワーで、うん、ライブやらせていただきます。はい。はい、そう、すべて、ツイッターで、告知するので、ツイッターの方、フォローよろしくお願いします。太陽と月で調べると出てきます。はい、よろしくお願いします。で、はい、私忘れてて、来月、はい、NHK の番組に出るので、はい、それもちょっと結果取ってなかったんですね。言っていいかどうか分からなかったんで、自己報告で載せます。おー、はい、はい、よろしくお願いします。ヒットは、白と黒の大塚田ゲーム関係の番組です。はい。うん、はい、白と黒の、うん、を使った番組です。わかりました。それをじゃあ、まあ、じゃあツイッターとかね、はい、そうですね、皆さんツイッター、はい、ブログとか確認してもらえば、ちょっとさすがにやっぱり配信っていう部分ではやっぱりそういう解禁情報っていうのはですね、なかなか難しいところがありまして、うん、ちょっと伝わりにくいなって思うところは申し訳ないんですけれども、ちょっと業界的なところもありますので、よかったらツイッターやブログを見てください。はい、私が気にしてます。あ、いや、そういうことじゃない、全然大丈夫です、はい、それやっぱ僕たちがやっぱりプロとしてそういうことも気をつけなきゃいけないねっていうところだから、それはね、全然大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。はい、で、私がコミキチでツイッター検索してみてください。よろしくお願いします。ちょっと本当に告知ない、うん、じゃあちょっと待って、ちょっと待ってごめん、はいはい、じゃあさっきなんであげたの。いや、わかんない、みんなあげるかなと思って。いや、ね、すごかった。一番最初になんなら手挙げたよ。はい、ない。告知自体は分かる、目指したいだけなんですか。あ、そうかもしれない。いや、でもクミちゃんは何もしなくても鼻があるから大丈夫だよ。髪の毛切ってまたイメージ変わった。いや、やったぜ、ね、可愛くなった。いや、やったぜ。あれ、なんで、可愛いです。なんでこんなに優しくするかちゃんと、今日初めて太陽と月が、NG が出るかもしれない。お土産もらったんですよ。だからちょっと、おい、え、何、おい、物に釣られんなよ。いや、でも本当に髪の毛切っていい感じだもんね。いや、やったぜ。続きまして、翔平くん。はい、自分の告知はですね、はい、何か、近々かな、はい、鹿児島の方に帰ります。うん、それは別に告知せんでええやん。びっくりするわ。美味しいもの食べたいな。だけだけ、嘘。差し入れしてくれるかもしれない。いやいや、嘘、ちゃんとね、はい、ちゃんとあります。はい、実はですね、坂本龍馬の方にもですね、ちょっと動画を撮りに行きますので、はい、ちょっとお仕事の方で、はい、帰ります。で、モデルの方の仕事もですね、霧島市の、ちょっとまだ情報は言えないんですけれども、はい、霧島市のポスターの方にちょっとなりますので、はい、はい、霧島市の人だったり、鹿児島県の人は街を見てもらえれば、チラシだったりポスターが貼ってあると思うので、よかったら来月、再来月ぐらい楽しみにしていてください。よろしくお願いします。あと3月、来年の3月17、18でですね、今日もハネムーンウォーク第22回目のイベントが行われます。それに坂本龍馬として参加しますので、去年参加してくださった方もまた今年会えるように
なっていますので、よかったら楽しみにしていてください。よろしくお願いします。ツイッターね、そういうのもね、全部ツイッターね。ツイッターとブログでは書かないので、直接あの事務所に電話してください。ここまで。嘘だろ。ツイッターと、アメブロ。そしてもう本当に分かんない時とかには、クルーズの、ね、こちらの方のツイッターもありますので、はい、そちらの方であのメッセージ飛ばしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日は来ていただいてありがとうございました。ちょっとだいぶいじっちゃったんですけど、大丈夫ですか？いや、いじゃいからなんですけど、俺もちょっと心の中で心配して、本当に大変なんですよ。いつも普段も。あ、ぜひまた今度ね、次回、また機会がありましたら遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、今日どうでした？やってみて。初めてのこういう。いやー、緊張しましたね。やっぱ何喋っていいか、本当に。でもすごい楽しかったです。ありがとうございます。月1でも、ね、全然来てもらえる、はい、木曜日の、19時からと、はい、日曜日の19時から、はい、この番組はやってますので、はいはいはい、今日どうでした？すごい楽しかったです。問題です。1000人超えました。久しぶりなんです。1000人越したの、配信中ってなったら久しぶりなのかな。2回目だけど、でも1回目俺がいない日だったから。そうだね。ということは、はい、プレゼント企画やりたいと思います。何で募集かける？どうすればいいですか？クルーズ TV のツイッターに、皆さん DM を、ね、送ってください。そうしましたら抽選でですね、翔平くんのピアス、はい、オリジナルピアス、空いてない人も大丈夫です。イヤーカーフなので耳にはめるだけだから全然つけられますので、はい、ぜひね、募集かけますので、はい、DM ダイレクトメッセージの方送ってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。1000人めっちゃ嬉しい。本当ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。イエスも応募していいですか？イエスといいですよ。はい、ぜひぜひ。本当に全然応募しても大丈夫、うん、はい、ダメなのは太陽と月とマネージャーだけだ。なんで？あれ？なんで俺がダメなの？その努力するんだったら個人的にいるよ。それ言っちゃダメやん。はい、じゃあそろそろお時間なので、エンディングを、はい、お願いしたいと思うんですけれども、ゆうた、今日エンディング、はい、もうやっぱ寒いっていう冬なんで、うん、3代目 JSOUL BROTHERS さんの冬物語っていう、はい、アンコーラス歌わせていただきます。はい、お願いします。はい、歌わせていただきます。寒い夜ほど星は鮮やかに光るね。もうすぐ雪が降るよ、僕らの住むこの町にも、今いる場所を逃げ出すことはそうすごく簡単だけど、それはあなたが大切にしていた夢もきっとなくすことになる。抱きしめたなら始める冬物語。どんな痛みも溶かしてみせるよ。恋よりずっとあったかい親愛だけをあげるよ。あなたあと時を一緒に過ごしていて、ただそんなこと願うんじゃなくて、悲しみや涙も全部受け止めたい、初めて思ったんだ Because of you。はい、ありがとうございます。こんな裏声がすごいね。はい、すごかったですね。今日、ゆうた、どうだった？はい、多分一番手応えを感じたんじゃないでしょうか。いや、もう手応えしか感じてませんね。今日、落としどころ全部持ってたらね。はい、もうこれで、もう本当にありがとうございます。また、ね、違うところであったら、ここでも、ここでも違うところっていうのは、例えば、ゆうたのお家とか。あ、そうじゃないです。イベントとかで、ね、はい、もうよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。翔平くん、どうでした？今日ですか？はい、今日はですね、なんかみんながのびのび、なんか元気だったなっていう。おー、線も行ったしね。線も行った。それが一番ちょっと嬉しいですね。嬉しい。本当ありがとうございます。ご、ゲストさんの方にも来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。これからもっともっと見てもらってですね、はい、楽しい番組にしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。これからも本当に応援をしていただければと思います。はい、ね、
東京だけじゃなくて本当名古屋でも見てる方がいるっていうことを僕はちょっと初めて知ってですね、はい、本当ちょっとびっくりしながら感動しておりますので、はい、今後とも配信よろしくお願いします。お願いします。はい、ロックスターさんが、はい、ちょっとですいません、第1週からちょっと鹿児島なので、はい、お休みいただきますけれども、はい、配信見ますので、はい、コメントでお会いしましょうね、僕とは。はい、はい、お願いします。くみちゃんたちよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな感じでまた19日見てください。19時からです。じゃあ、はい。